ちょっとラグ出そうだなと思ったらちょっと上げていきます。それでは今からコーヒーを入れていきたいと思います。おー、今日もいい感じで入ってますね。おはようございます。パーソナルトレーナーの日高康夫です。今日は3年前から私が実践しているマルヒの健康法についてご紹介したいと思います。もうこの方法は僕のことを本当に信頼してくれてる人とか、僕のことを理解してくれてる人にしか今まで伝えたことのない方法です。なので今回こうやって YouTube 動画をお届けするのは本邦初公開でございます。その方法とはズバリコーヒー館長、通称コーヒーエネマです。コーヒーをお尻から飲む方法です。コーヒーって普通口から飲んだり鼻から飲んだり耳から飲んだりするものじゃないですか。でもそれをコーヒーをお尻から飲むんです。僕ねこれ最初聞いた時、いやマジでかと、ありえねえだろっていうふうに思ったんですけど、実際に自分で体感してみたら肉体面、精神面、感情面でとてもいい効果がありました。なので僕は3年間毎週1回これを実践しています。今日はこの具体的なこの方法について私のやり方をお伝えしたいと思います。では実際にやってみたいと思います。使うのはですね、こういう道具を使います。こういうなんかね S 字フックがついていて、こういうなんか点滴用のホースがついてて、ここにクリップがついてるんですよ。クリップね、クリップがついてます。でこれがお尻の穴に差し込むやつです。まずですね、ここに、人間の体の人肌と同じぐらい36度から37、8度ぐらいのお湯を作ります。お湯ボウルにこういうお湯を入れます。大体これ 300cc ぐらいまず入れて、次にこのミネラルウォーターで 800cc ぐらいまでします。 800cc で、1cc ぐらいにしてこう触ってみて、あ、ちょうど人肌ぐらいかなというのを感じてもらったら、この中にこれを入れます。その時にこのクリップがですね、しっかりと閉まってないと漏れてしまいますので、ちゃんと閉めておきます。ギュッと閉めます。はい、入りました。大体これね、メモリで言うと 800cc ぐらいのところに来てます。これ一応1200ぐらいまで書いてあるんですけど、最初初めての人は800ぐらいでいいと思います。今度はこの中にコーヒーを入れます。オーガニックなものがいいと思います。自分でオーガニックなコーヒーを抽出してもいいし、僕はこういうのがコーヒーで専用の缶が売ってますね。これだと乳酸菌も入ってますね。これを入れます。量が 190g、 190cc です。これを入れます。いきます。ボト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 、これでまず液体の完成になります。液体の完成です。次にこのホースはずっとこう空気が入ってますよね。これを抜きます。このクリップをオフにして、少しこうやってコーヒーを流しておきます。こういう状態になれば OK です。それともう一つ、実際にこれをお尻の穴に刺すんですけど、ですね、オイルあります。オイルとか、ローションをですね、この先ちょっとあとお尻の穴に塗っておくとスムーズに入りやすいので、それをやってコーヒーをお尻で飲んでみたいと思います。それでは今からトイレでコーヒーを入れていきたいと思います。まずオイルをですね、これこの先に塗っておきます。滑りを良くしておきます。それで挿入しやすくしてお尻の穴に入れて、クリップをオンにします。ずっと入っていきます。おー、今日もいい感じで入ってますね。この液体の減り具合を見ていきます。であんまりこう、詰まってきたなと思ったら、あんまりこう推しのことばっかり考えているとなかなかこうすごくきつくなってくるので、なんか違うことを僕は考えてますね。あ、今日はなんかこれから楽しいこと起こりそうかなとか、今日はどんな一日にしようかなとか、なんかそういうことをこうワクワクしながら考える時間にしてます。そうするとこのコーヒーが減ってくるのがすごく早く感じられるので、そういう工夫を自分なりにはしてます。ああ、もうだいぶ入ってきました。これ途中きつかったら一回こう止めてもいいんですね。クリップを止めて、そうするとちょっと便意が楽になるので、
また入れ始める。2回3回ぐらいに分けて止めながらやっても全然問題ないです。もう少しだけですね。もう少し、もうちょい、頑張れ頑張れ。よし、 OK、 見事入りました。今からマッサージ、ストレッチをしに行きたいと思います。それでは今からストレッチ、マッサージをしていきます。仰向けになって、まずこの辺にこう入ってるんですね。この辺です。この左側のこの上からこの下にかけて、ここにコーヒーが入っているのでマッサージしていきます。ここに宿便が溜まりやすいんです。ちょっとラグジ出そうなと思ったらちょっと上げておきます。おー、ちょっと便が下がったらもう一回ちょっとマッサージをしていきます。結構ね、クリーンですよ。我慢します。できれば5分から10分ぐらい我慢してるんですけども、ちょっと慣れないうちは最初はあ、もう出そうだなと思ったらトイレって出したほうがいいと思います。慣れてきたらどんどん長くできるようになってきます。ちょっとこうやって左右に膝を倒して、腸の前動運動を流していきますね。あ、ちょっとあの位置出そうだなと思ったら、僕の場合はお尻を上げるとちょっと楽になります。で、また戻して、で両膝をぐーっと膝と胸に近づけて腸を圧迫してあげます。よし、OK。今度左膝だけ曲げます。ここ圧迫してあげるんですね。これもストレッチをしながら腸のマッサージにもなるそうです。で、反対側ですね。こうやって股関節周りをストレッチしながらやってあげると一石二鳥で、股関節のストレッチもされるし、腸も刺激されていきます。足で足を同じにして、お尻を伸ばします。で、やってるうちにまたちょっとうんち出そうだから、お尻ちょっと上げとく。そしたら一回便が止まります。これリアルに、こんな感じで毎週ですね。やってます。OK。お尻もう一回伸ばします。こうやってやりながらね、今腸が外圧迫されてますね。今下っ腹もパンパンです。1リットルのコーヒーが入ってますからね。反対側もいきます。約3分半ぐらいかな。よし、ちょっとまた便運転するんだったらお尻にグッと上げておきます。で、本当にこれ我慢できなくなってきたら、本当にもうトイレ駆け込んでも全然大丈夫ですから、僕の場合はね、もう慣れてるので5分ぐらいは全然持ちます。右足伸ばして肩をひねります。腸をねじりながら刺激していきます。最初のやりながらね、もう油汗かいてたのが動きます。あー、なんか出そう出そうって言いながら痛がってきます。 OK です。ちょっとまた便意が無用してきたので、ちょっと上げとく。あー、ちょっときついな。よし、今4分半ぐらいだけど、ちょっともう出そうなので、今日は出していきたいと思います。お疲れ様でした。いや、もうすげえスッキリしました。もう腸めちゃくちゃスッキリしたし、なんか顔もなんかテカテカした感じがします。このコーヒーエネマは、新谷ひろみさんというドクターの病気にならない方という本で僕が知った方法です。で、やっぱこの本はね、実際100万部以上売れた本で、病気にならない方ワンツースリーって出てるぐらいすごい人気シリーズです。その本に書いてあった方法を実際自分で体験してみて、やってみて、あ、これはすごく僕はスッキリする方法だなと思ったので、3年間これを習慣にしています。肉体面、精神面、感情面の3つがとてもスッキリするという感覚がとても得られています。まあ、世の中こうやっていろんな情報があるじゃないですか。で、その中で、あ、実際に実験してみて、自分の体に実験してみて、あ、これは確かにこういう感覚なんだなとか、間違ってるなっていうのをいろいろ実験しながら皆さんにこれからもお伝えしていきたいと思います。このコーヒー沼については、僕の中ではかなりおすすめです。特に便秘で悩んでるなって方にはおすすめですので、ぜひ自分の責任の範囲内で実践してみることを
お勧めします。興味ある方はぜひこのコメント欄にメッセージをお願いします。本日もすっきりご視聴いただきましてありがとうございました。